さあ始まりました。まだ二股戦先行ですね。1打目から不気味な修練者してきました。一番アニマだと、まあ、ダブバリですが結構早めに動けてますね。そうですね。二股さん、はい、めっちゃフラットしますね。反動とんでもなくフラットしてるんで、これこのまま持っていく可能性ありますよね。はい、そう、これで予期せぬ16で1に引こうとしました。今までエブの演習で、うん、ここで引こうと動員持ってきます。ここまたさばけるととてもいいですが、まずは火の収穫でエーブの永遠臭除去します。高見さんはハンドの、はい、ゴブリンの突撃隊をうまく使いたいので、はい、まあ、なるべくその盤面をさらちにしていきたいっていう考えだと思いますね。なので、まあ、普段そのあんまりその、まあ、1、2とかに対して、はい、まあ、2、2飛行とかに対して、まあ、除去をまあ率先的に使うっていうのはまないと思うんですけども、はい、この反動にまあ続けた隊がいるから、まあ、どんどん使っていったっていう考えだと思います。さあ、これ6号が出てきてしまって、高見さんちょっと殴りづらくなってしまいました。アフタマさんアタックしてライフ14 16対14。さらに巨大なクリーチャーを叩きつけていきます。76、うん、ファッティですね。太い。うーん、山じゃない。ゴムニクシリス出したいが山じゃない。沼が惜しいが、ここはもう通りません。そんなでかいクリーチャーにはちょっと対処できないということで、はい、はい、ちょっとね、ダブマリということもありまして、そうですね、はい、まずは準決勝1本目は二股陽次郎選手、うん、取っていきました、まあ、6枚でも7枚でも、はい、まあ、ちょっと苦しい展開だったかなと思いますね。さあ、サイドボードになります。4枚数の投入するカードありますか。うーん、亀選手的に相手がかなり重いデッキというかのが分かったのかなとは思うんですけど、そうですね、まあ、重さはそんなには感じなかったんですけども、はい、まあ、重いところも入ってるっていう感じですかね、うん。高見さんは、はい、まあ、次先手番なので、はい、まあ、そんなにこう変えることもなく、うん、まあ、押し込む形で、まあ、そのまま行くとは思うんですけども、まあ、逆に二股さんは後手番を取ることになるので、はい、まあ、先ほどの676とかをまあ減らしたりして、はい、まあ、代わりのクリーチャーがいるんであれば、まあ、3マネ4マナケのクリーチャーに変えるとかはしてきてもおかしくはないですね。重いクリーチャーを軽いクリーチャーにして、まあ、速度に対抗するという形ですね、はい。さあ、ただいま第4期リミテッドシーン挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております。準
決勝は二俣陽次郎選手の青緑対高見優太選手の青黒、うん、まずは二俣選手が1本選手しております。うん、そうですね、うん、あ、勝敗逆なので変えてください。勝敗逆、はい。高見選手はもう終わったのかな、サイドが。二俣選手はかなりずっとリストを眺めているようですが、変える余地があるのってやっぱり二俣さんの方が大きいですかね。そうですね、まあ、どちらも後手番を取った時に、はい、まあ、デッキの構成をまあ若干変える、うん、まあ、デッキの速度をちょっと変えるっていう形になると思うので、はい、まあ、二俣さんが悩んでいる理由はまあそこかなと思いますね。速度、うん、どのように変えていくか、どの誰が何を入れ替えてますね、はい、まあ、76抜いて2マナ1さんの雲を入れてましたね、うん、まあ、序盤その1マナ11と2マナ22を見たので、まあ、2マナ1さん、タフネスさんで受けていく、はい、うん、まあ、そういう考えだと思いますね。相手の火力クリチを早めに無効化していくって形ですかね。まあ、火力クリチャーと言いますか、まあ、理論としてはパワー2を、はい、以下を複数枚見ているので、うん、タフネスさんをデッキに入れるっていうことですね、うん、はい、これは本当に、まあ、リミテッドの基礎といいますか、はい、リミテッドサイドボードの、まあ、基礎になりますね。お互い入れ替えが終わったようですね。サイドボード入れ替えが終わって第2ゲーム目ということになります。高見さんのカットの仕方が独特ですね。横にファローなんですけども、はい、下から入れるみたいな。上から入れていく人がそうですね、大半だと思うんですけど結構丁寧なシャッフルですね。さあ2ゲーム目、シャッフル中ですね。サイドボードが終わって2ゲーム目に入ろうとしています。でマリガンチェック、高見さん今回は7枚でキープしたいところ。土地がしっかりありそう。お互いキープですね。さあ第2ゲーム目始まりました。これはテンポがいいですね、はい、今で燃え立つ預言者クリーチャーでない呪文を唱えるとプラス1、0ですね。アフタモさん、楽園のドロイド、まあ、中速していきます。さあその間に高見様果敢にアタックしていって、ライフは18対20、さらにクリーチャー追加していきます。さんの手札にはまだ結構マナが伸びそうなハンドに見えますが、右2枚が土地で、うん、他はスペルですかね、うん、さあ高見さんかなり早い展開ですね。そうですね、カウンターも持っているので、はい、まあ、それを構えるか
アグリチャ展開するかみたいな択を悩んでいるんだと思いますね。ここは英文の英演習、先ほども出した2に引こで同位置。このガード3マナにしてはかなり強いカードですが、高見選手はこのまま止まらずにどんどん殴っていきたいところですね。的には、はい、今クローンチ、まあ、3番で4さん、はい、クローンチをどうにかしたいと思うんで、はい、まあ、こういうブロックになると思いますね。3番で4さんに対して、うん、まあ、自ら生成した動員トークと一緒にダブルブロック、まあ、特に何もしないでしょうね、はいはい、また相打ちとか、まあ、3番と3番の交換なので、はい、何落としますか。ちょっと見えづらいです、まあ、まだちょっと全部見えてないんで何とも言いませんが第一カウンターを2個乗っけるカードと、2マナ払えと、2マナ1さんの雲と、あとは3マナ2さんですかね。まあ、マナがあればその4マナのカウンターは、まあ、買わせるので、はい、まあ、でもカウンター選びそうですね。カウンターなんです。動員値、結構難しいところではありますけどね。スタムズさんはミアンリーの、うん、ハイログマトークも出していきました。ここで、まあ、突撃隊を、はい、出さない。さずに2つで叩く。なるほど、まあ、動員の方を捨てて、はい、か、まあ、ラブグロさせて、まあ、ブラスカの、サマナサンニーでダメージ当たってるクリーチャーかプレインゾーカーを、はい、まあ、倒すカードがあるんですけども、うん、まあ、それを出したいのかな。いいか、プラ2プラ0を使っておきたい、はい、なるほど。2対2プラス2プラス0、はい、でもう一つ予言者はさらにプラス1で修正されます。動員と相打ちになります。ここだとちょっと、はい、テンポが取られてしまって、まあ、攻め手が、まあ、なくなってしまったので、はい、うーん、ここだと二股さんが、まあ、有利になってくるかなとは思いますね。無理やりなアタックになってしまった。そうですね、はい、あんまりいい交換ではないかなと思います、うん、二間さんの場面は2-1と2-3、高見さんの場面は1-3、うん、この盤面だけでも、はい、まあ、4点クロックと1点クロックなんで、うん、まあ、それだけでも負けていますし、
手にキャット。なるほど、はい、2-3と 2-3、 2体と並んでいるところですが、ここでゴビンの出撃隊、二股さんも、はい、まあ、2-3 がなくならなかったのは、はい、もう時間が経てば自分の勝ちだなっていうのを分かってて、うん、まあ、ライフを削るよりかは自分のライフを守ろうっていう、ロングゲーム目指していくという形ですね、はい、さあ6-6ブギンの召喚隊、これはでかいですね。まあ、マイナス5マイナス5にも引っかからないと、うん、さあこの高見さんもう殴れないですね、まあ、無理やり残虐、無理ネクシリスの残虐と合わせて殴っていくぐらいですかね。厳しいですね。そのプランを取るのは相当厳しいですよね、うん、まあ、最終的に、まあ、ドレイクですね、はい、4マナ2、3飛行、まあ、画面の、まあ、一番下のクリーチャーですけど、あれがガンになってくるので、はい、まあ、どちらかというと、まあ、6-6も苦しいんですけども、まあ、ドレイクの方を優先して除去りたいとは思ってるはずです、はい、どう動くか。ここは何もせずターン終了。結構完全に二股さんペースに、そうですね、なってきてますね。ライフをもう少し削っていればまだ高見さんにも目があるとは思うんですけども、はい、まあ、ちょっとこの流れは厳しいですね。二股さんもハンドにあるのは2枚ともカードなの で、はい、で今ルーターを引いたので、まあ、これ以降 の、 その無駄牌っていうのも、うん、あまりなくなってくると思いますので、さあ今のでルーター、はい、であのそこに、なるほど、どうする、で8になってこのターンブロックされないと、これで合計11点ですね、はい、残りライフ突然5になってしまいました。高見さん、何か逆転の一手があれば引きたいところですが、進化進化とブネジクシリシの残虐、ここはもう投了ですね、うん、はい、もう逆転はこれから不可能だということで、そうですね、はい、というわけで第4期リミテッド新挑戦者決定戦準決勝は二股洋次郎さんが決勝進出いたしました。